はい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。私ね、珍しくめっちゃ便利なもん作っちゃいました。で、それがこれですね。三人編成時強さ値計算ツールということで、これが英雄単体の強さではなく、英雄の組み合わせた時の強さ、それをね、求めることができるツールとなっております。これは便利ですよ。で、ポイントなのがね、例えば風花とセレストとか、まあ、同じ種類のスキルを持った英雄を編成しちゃうとね、まあ、それらが足し算として計算されちゃって、ちょっとスキル効率が下がっちゃうみたいな、そういうね、仕様があるんですよ。で、そういったところを全て踏まえた上で自動的にね、強さを計算してくるような便利なツールになっております。で、ちょっとね、簡単に使い方をね、紹介していきたいと思います。これがね、いろいろ、まあ、入力欄があるんですけども、まず最初に個人バフを入力するところですね。で、これが何かっていうと、今回ですね、英雄の戦争値とか、あと防衛値によってつく部隊攻撃のバフとかですね、まあ、それらも含めて計算できるようになってるんですよ。ですね、それらを正確に測るために、自分のね、個人バフを入力する欄がございます。で、これがね、正確に求めたいときは、ご自分のね、バフを見ていただいて入力していただければいいんですけど、今回ちょっとボタンを用意させていただいておりまして、まあ、その辺どうでもいいよって方は、もう初期化ボタンで初期化していただいて、で、あとね、私の環境における大体のバフをね、一発でロードするボタンを用意しておりますので、まあ、自分の入力するのめんどくさいけど、ただ、やっぱその辺もね、踏まえて計算したいっていう方は、私の環境をね、ロードして、これをね、使っていただければなと思います。まあ、近いね、バフを持ってる方ならそんなに、結果に大差はないかなと思いますね。はい。で、続いて英雄の情報の入力欄になっております。で、こちらは本当にちょっと便利になっておりましてね、まず兵種を選んで英雄を選んであげると、その英雄の戦争値によるバフと、あとスキルの値、これらがね、全て自動的に入力される、そんなね、感じになっております。そしてさらに専用スキルも含めることができまして、専用スキルのレベルを打ち込んであげると、それの数値が、考慮された数値がここに入るという、まあ、そんな感じになってますね。さらにさらにちょっとこだわってる点もございましてね、今回クリエッターを選んだんですけど、クリエッターの専用スキルって他の英雄と比べて少し倍率が高くなってるんですよね。で、その辺も今回ちゃんと考慮しておりまして、例えばエイミーで、まあ、専用スキル5にした場合にかかる倍率と、クリエッターを選んでスキルレベル5を選んだ時の倍率が違うんですよ。この英雄によって正しい値をかけるような、感じになっておりますので、ここのね、ボタンを押すだけで専用スキルちゃんと考慮できる感じになっておりますよ。そして、ポーラですね。ポーラは皆さんご存知の通り、専用スキルのレベルに応じてダメージ増加の効果がつく感じになっております。ですので、例えばスキルレベル2とかだと、生命増加の分にかかるだけしかないんですけども、3とか選んであげると、ダメージ増加の効果が考慮されたものがここにね、入ってくるという感じになっております。で、5になると高くなって、7になるとさらに高くなるという感じで、まあ、その辺もね、ちゃんとね、考慮する感じになっていますよ。いや、これすごいでしょ。ただちょっとだけね、注意してほしいのは、このポーラのダメージ増加のスキルって、自分のダメージ増加のバフによって、最終ダメージ増加率に直した時の数値はちょっと変わるんですよね。で、今回そこら辺はちょっとね、考慮しなくて、まあ、決め打ちの数値を、まあ、ロードする感じになっております。これはまあ人によって多少まあ前後はするんですけど、まあ、大体ね、私の環境に近いようなバフを持ってる方なら、まあそんなに大差ない数値になるかなと思うので、あまりね、細かくまあ気にせずに使っていただいてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、という感じで、このね、専用スキルレベルも自動的に選ぶことができるという感じになっております。で、そんな感じで、まあ、英雄にも選んであげて、適当にこう入れて、専用スキルとかもこうポチポチしてあげて選んであげますと、ふい、はい。最後にこの結果を計算というボタンを押してあげることで、その編成の時の強さ値を求めることができるという感じになっております。で、例えばこのナージャを今選んだんですけど、それじゃあ八乙女に変えたらどうなるだろうとかを簡単にこうやってね、比較することができるという感じですね。で、今19から14に下がったので、あ、この今の編成だったら、まあ、八乙女入れたら弱くなるんだなみたいな感じが比較できるという感じですね。いやー、これは便利ですよ。あとちょっとだけね、注意してほしいのは、この強さ値っていうのを出してるんですけど、今回ね、この辺の舞台攻撃のバフとか出撃上限のバフを、まあ、踏まえた数値が出てる形になっております。ですので、私がいつもランキング動画で紹介してる強さ値とはまたちょっとね、違った数値が出てくるんですよ。なのでそこが、まあ、求め方によってちょっとね、変わってくるので、そこの比較はできないというところはちょっとご承知ください。
で、あともう一個注意点が、今回ね、この兵種を選ぶことによって、まあ、自動的にね、まあ、スキル値とかを入れるようになってるんですけど、これがね、ちょっと私の環境で、いろいろ前提を置いて求めた数値が入ってるものが結構あります。例えば、マーテルとかだと、ターンの経過によってね、スキルの強さが変わってくるので、そういったものっていろいろ前提を置かないと定量化できないんですよ。で、それが、まあ、私の環境で大体の値で、まあ、求めたものが入っておりますので、まあ、環境によってね、ちょっと、前後することがあるかなと思います。で、また、例えば、パールとかですね、これも入れてるんですけど、パールのスキルって、1回目の攻撃を 10% 軽減して、2回目の攻撃を 20% 軽減、3回目を 40% 軽減みたいな感じで、重ね書きができるような感じになってるんですよね。なんで、環境がどれぐらい高速化してるかとかによって、まあ、スキルの評価が変わってきちゃうんですよね。で、それもちょっと私の環境で、まあ、大体で求めたものを入れておりますので、まあ、その辺がね、確実に正確な値ではないということを、まあ、ご承知いただきまして、まあ、大体のね、参考値として、まあ、使っていただければなと思っている形でございます。はい。という感じでね、かなりね、簡単に使えて便利なツールになっておりますので、ぜひちょっとね、皆さんに使っていただきたいなと思っておりますね。でちょっとこっから先はね、このツールをどんなシーンにおいて使うことができるのか、そしてそのシーンにおいてどのようにこのツールを使えばいいのかという、まあ、そういったことをね、まあ、紹介していこうかなと思っております。では早速、まあ、ケーススタディ的な感じで見ていきましょう。はい。まずはスキル値のみを比較する場合ですね。これが、まあ、星5レベル120の SSR を前提としまして、まあ、スキルの、ね、強さだけを比較する方法を紹介しようかなと思います。で、これの求め方をすることによって、私がいつもね、ランキング動画とかで求めているスキル値と同等のものを出すことができるので、まあ、その辺とね、比較することができるような計算方法になっております。はい。まずじゃあ、スキルの、値の比較をする場合は、この辺のね、個人バフの情報必要ありませんので、ここで初期化しておきましょう。はい。そして、この英雄ですね。このスキル値のみを読み込むというチェックボックスにチェックを入れます。でこれをすることによって、エイドを、ね、選んだときに、この部隊攻撃とかロードされないようになるんですよ。でこれをすることによって、まあ、この辺を考慮しない、まあ、値を入れることができるっていう感じですね。で逆に、これを入れずに、これ選んだ場合、こう入っちゃうんですけど、まあ、ここのね、バフを初期化した状態でこれを入れちゃうと、出撃上限1の状態で20増えるみたいな感じの扱いになっちゃって、かなりね、変な値が出ちゃうんですよ。なんで、まあ、この個人バフを考慮しない場合は、このスキルのみを読み込むという、まあ、これにチェックを入れるのを忘れないようにしておいてください。ちょっと今回じゃあお試しで、まあ、よくあるやつを見てみますか。まずセレスト、スキルレベル5を読んでみましょう。で、もう一体は、じゃあ、クロアかな。クロアを入れてみましょう。これ忘れましたね。はい。で、クロアを入れて、で3体目に、じゃあ、ベアトリスでも入れてみますか。スキルレベル5だ。はい。この時の、強さを見てみましょう。はい。すると 5.21 という数値が出ました。これが、この英雄のスキルのみを考慮した場合の強さ値になっております。じゃあ、例えばですね、このベアトリスをライズに変えたらどうなるかっていうのを見てみますか。ライズに変えてあげると、この数値が変わりまして、結果を計算すると、はい、4.88 ということで、まあ、今回の結果で言うと、ベアトリスとライズ、この編成だと、ベアトリスの方が強くなるという結果になったという感じですね。こんな感じしかすることはできます。でちなみにこのライズなんですけども、今回進行時の、スキルですね、炎症効果をつける。あれは、ね、入っておりません。ですので、生命の増加だけを、まあ、考慮したもんなんで、まあ、防衛時の強さ比較っていう感じになりますね。まあ、その時だと、まあ、こんな感じになるという感じで、まあ、計算することができるという感じですね。じゃあ続きまして、質問とかでよくされる比較をやってみましょう。それ何かっていうと、星5のフルテンプの SRAU と星4の SSRAU の比較ですね。これを見ていきましょう。これ本当にね、よく聞かれるんですけど、なんか SSR の星4の時の強さとかね、なんかあまりこう把握できてないんで、結構求めづらいんですよ。で、ちゃんとその戦争値での数値とか、あと SRAU の数値とかをちゃんと比較しないとダメなんで、結構ね、計算しづらいんですよね。でも、このツールを使うことによって、そういった比較も簡単にすることができます。では、早速見ていきましょう。で、まず、その比較をするときなんですけど、ちゃんとね、戦争値とか比較する必要があるので、ここは個人バフをちゃんと入力しましょう。今回は私のね、環境を使います。で、今回ちょっと 3AU の比較じゃなくて 2AU の比較でやってみたいので、ちょっとね、この数値をね、調整しようかなと思います。はい。
で、特に調整するのはこの出撃部隊数ですね。で、この数値なんですけども、それぞれの英雄の統率による出撃上限の数値がどんぐらい、影響するのかというのを出すために入力してるんですけども、この数値はね、英雄の統率値による出撃上限の数を差し引いた値を入力するようにしてください。で、今回ですと、例えば私が3英雄でフルで入れた場合って160台ぐらいになるんですよね。で、 SSR 英雄だと統率が2000入りまして、まあ20体ですね、出撃上限増えますので、それ3体分で60差し引いて100みたいな、まあ、そんな感じのね、まあ、数字を入れるところになっております。で、今回、2英雄を前提とする場合、英雄がつけている出撃上限レアと出撃上限ノーマルのスキルですね、まあ、その、数値をちょっと差し引いた方がいいかなと思います。で、大体まあ17とかですかね。なんで、まあ、ちょっとざっと差し引いて、まあ、80という風に入れておきたいと思います。はい、じゃあ2英雄でよくある編成をちょっと入れていきますか。まずは風化ですね。まあ、これはよく使われますね。育てやすいし強い理由、まあ、そんな感じでいいです。で、こいつを入れてあげまして、お次2体目はじゃあパールを入れてみましょう。専用スキルないので、なしにしておきましょうね。はい、で、入れるとこんな感じ数値が入って、で、3体目使わないので全部0を入力しておきます。これを畳んでおきますか。はい、で、今この、よくある風化パールの編成ですね。その時の強さ値を出してみましょう。はい、ドン。ということで、風化パールの時だと、まあ、5.15 ぐらいですね、強さになるという感じでございます。じゃあ、この2体目のパールを星4のエリンに変えたらどうなるかをね、見ていきたいと思います。と、その前に、テンプをちょっと入れるの忘れてましたね。で、SRA のテンプは1個で60入るので、まあ2個。入れることで120ですね。120の攻撃テンプの数値が入ります。そして生命も120入りますので、まあ、それらを考慮してあげて計算すると、これですね。5.92 という数値になります。ですので、フルテンプのパールを使った場合だと、強さ値5.92という数値となりました。で、これを星4のエリンに変えたときにどうなるかを見ていきたいと思います。ではね、星4の時の強さをね、求める時の見るところを紹介していきたいと思います。で、まず、この英雄のところから入れたい英雄を選びまして、この英雄の左下のここですね、この戦争防衛統率と書いてところをクリックしてあげると、まあ、こんな感じでね、バフの数値を確認することができます。で、私の星4エリンですと、戦争で部隊攻撃 59.53% 入ります。で、生命が 16.244%、そして出撃上限が16入るということがわかります。で、これらの数値を後で入力しておきましょう。そしてスキルの方を見ていきますと、スキルで 42.9% のダメージを2体に与える、まあ、スキルを持っているという感じですね。で、エリンは発動確率が 50% ありますので、期待値で 42.9% の追加ダメージを与えるというスキルということになります。ですので、これをね、入力していきたいと思います。はい。で、手打ちをするときは、この辺のね、プリセットをいじる必要はなくて、この数値を手で編集していきましょう。で、まずエリンの部隊攻撃がこれですね、59で、部隊生命が16ですね、出撃上限が16になっておりまして、テンプは星のでありません。で、スキルが追加攻撃で 42.9% 入るので、これ 42.9 打ち込んで、ここを0にしましょう。はい、これが星4のエリンの時の強さですね、になっております。じゃあ、これと風化を同時編成した場合の強さを見ていきましょう。じゃあ、結果を計算してみると、はい、5.867 という、まあ、数値になりましたね。ですので、結果として、フルテンプのパールと、星4のエリン、それを風化と組み合わせて使う場合だと、フルテンプのパールの方が強いという結果が得られることができている感じになりますね。で、ただフルテンプじゃないパールの場合だと少し低くなりましたので、フルテンプじゃない場合は星4のエリンの方が強いという、まあ、そんな感じになりますね。はい、という感じで、こんな感じで数値を確認して手打ちをすることによって、まあ、育成途中の英雄とかの比較もできるという、そんな感じになってますね。なんで、ぜひね、私のランキングとかに出てきていない、まあ、英雄とかを比較したい方は、まあ、手打ちでね、こうやって計算してみてください。では最後の使い方として、多兵士の英雄をコンバートする場合の使い方を見ていきましょう。で、これがね、越境軍事演習とかである悩みでして、例えば私とか陸軍を全く育ててないんですよ。なんで陸軍の編成をするときに、
育てきっていない陸軍英雄を使うのと、星5になった海軍英雄とかを使うのどっちが強いのみたいな、まあ、そういうねシーンってあると思うんですよ。なんでそういった多兵士の英雄を使う場合の強さをね求めるやり方を見ていきたいと思います。はい、ではまずやってみますか。で、例えば私だと海軍の風化とかね余っとるんですよね。で、こいつをちょっと使ってみる場合を見ていきましょう。で、風化を入れて、今回、陸軍で使うことを想定するので、スキルを消しましょう。で、ここをゼロに変えますね。で、同じく海軍で、あとマディとか余ってますね。で、こいつも入れてあげて、追加攻撃を消しましょう。そして、最後に海軍で余ってるのが、まあ、コーデリアとかね、私余ってますね。なんで、こいつを入れてあげて、スキルを消しましょう。で、これを計算することによって、スキルを除いた、戦争時とかだけの強さが求めることができる感じですね。ちょっと計算してみましょう。はい、結果、ドン。3.56 ということで、まあ、こんぐらいのね、強さが出るということが分かりました。はい、すいません。ちょっとね、なんかやたら高い値が出たなと思ったんですけど、ここのね、出撃部隊数を2英雄状況にしたままね、編集忘れました。でこれちょっとロードして、100に戻しましょう。100の場合の、強さ値をもう一回求めてみると、この辺ですね。2.92 という、強さになります。じゃあ、この数値と比べて、私だと星4の陸軍がいるんですよ。で、星4の陸軍英雄を入れた場合、この数値と比べて高くなるのか低くなるのか、それをね、見ていきたいと思います。はい。で、私の場合だと、陸軍はね、結構弱くて星4なんですよね、マックスで。はい。例えば、ポーラとかですと、まあ、こんな感じですね。例えば、21.7、防衛54っていう感じになりますね。まあ、こういった数値をね、メモって入れていきたいと思います。であとね、本当はシエルとかを入れたいとこなんですけど、私、メグミンの方を育ててまして、メグミンなんか知らんけど、この倍率書いてないんですよね。ちょっと今回わかんないので、編成としては、ポーラ、ラグノ、そしてエイミーですね。その編成を見ていきたいと思います。では早速入力していきましょう。はい。まずはポーラですね。ポーラが戦争時による攻撃が 21.7、生命が54、で出撃上限が16ですね。で、スキルがね、生命増加 41.9% 入っておりますので、それをここに入力します。はい。では2体目としてラグノを入れていきましょう。ラグノが、攻撃46、生命が、29.9、出撃上限が16ですね。で、スキルが、37ぐらいの追加攻撃が入るって感じです。で3体目にエイミーを入力すると、エイミーが攻撃が 35% ぐらい、生命が 31% ぐらいですね。移籍上限が16となっておりまして、追加攻撃 35.6% の期待値を出すことができるって感じです。さて、こいつらを入力したときに強さ値がどんぐらいになるのか見ていきましょう。海軍英雄をコンバートした場合は 22.98 でしたが、こいつらを使った場合は、はい、5.859 ということで、多兵士の星5英雄をコンバートするぐらいだったら、陸軍の星4を使った方が、まあ、圧倒的に強いということが結果として分かったかなと思います。はい、という感じですね。こんな感じで、スキルが発動しない場合と発動する場合みたいな、そういったね、比較もすることができる感じとなっております。で今回ちょっとね、星4の陸軍と星5の海軍で比較したから結構差が出ましたけど、これ星3の陸軍とかだと結構わかんなくなると思うんですよ。なのでその辺のちょっと絶妙なところで悩んでる方とかは、こうやってね、計算をしてみるといいんじゃないかなと思います。はい。という感じで今回3人編成時強さ値を計算するツールのご紹介でした。いや、これはね、便利だと思いますよ。結構自画自賛になっちゃいますけど、結構ね、こういう感じの欲しいっていうリクエストを前から受けておりましたし、私個人もね、なんかランキング動画とか作るときにこういうのあると結構便利なんですよ。今回、まあ、結構ね、手間暇かかりましたけど、まあ作る価値はあったんじゃないかなと思ってますね。はい。で、本当にね、いろいろ、まあ、使い道はあると思いますので、皆さんぜひね、いろんな比較をするときに使ってみてはどうかなと思います。で、結構今回ね、私頑張りましたので、まあ、このツールいいなと思った方は、ぜひね、高評価の方、よろしくお願いいたします。じゃあ今回はね、こんな感じで終わろうかなと思います。ではご視聴ありがとうございました。ぜひね、使ってみてください。じゃあ、またねー。